はいどうもパシです。それでは今週もやっていきましょう。晒していても増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、皆さん最近ね、登録者10万人超えてる YouTuber が何人も逮捕されてるのご存知でしょうか。あくまで仮名なんですけれども、R くん、怪盗キッドチャンネル、あとキラリンチョチャンネルですね、この3名がですね、なんと逮捕されました。で、なんとその3名の共通点は、全部暴行ですね。なぜか殴ってしまうんですね。ブンブンつってね、拳振り回しちゃうんですね。さすが YouTuber、 なぜそこでグーを出してしまったのか全く理解できないですね。人気 YouTuber っていう、普通だったらさ、ネットでも現実でもチヤホヤされてね、そんなお金まで20代じゃありえないような金額もらえて、すごい羨ましい仕事だと思うんですけれども、なぜそれを失うようなことをしてしまうのか、ちょっと俺には理解できないんですけれども。で、そういったね、 YouTuber っていうのが昔からそういうやつだったって人もいると思うんですけれども、昔はそんな人じゃなかったのにっていう人も大勢いると思うんですよ。で、ちょっと業界人だから見える世界っていうのを話そうかなと思うんですけれども、登録者10万人っていうのが1個の壁なんですよね、 YouTuber にとって。10万人超えると、だいたい手出すやつらはファンに手出し始めてるし、でお金も同世代よりは絶対に持ってるから、ハイブランド買い漁ったりとか、風俗どっぱまりしたりとか、みんな各々なんかお金の使い方も荒くなってくるんですよね。だいたいそこが10万サブなんですよ。で、それが10万サブになってお金持たせてみないと、どんな風に転ぶかっていうのが見えないんだよね。すごいなんか事務所とか先輩に対しても失礼なこと言うようになったり、高圧的になったり、ファンの女の子に失礼なことしたり、仲出しするようになったりとか、根っこがどんなやつかっていうのが、だいたい10万サブになってお金持たせてみないとマジでわからない。これ多分ね、どこの事務所の人も多分困ってるはずなんですよね。だから5000サブとか1万サブでこの子才能ありそうだなって思ってスカウトしてみたら、めちゃめちゃクズだったみたいな、めちゃめちゃトラブルメーカーだったみたいな、それがね、だいたい10万サブ超えさせてみないとわからないんですよ、どっちに転ぶ人間なのかっていうのが。で、さらにね、今回捕まった人たちはね、みんな10万サブ超えてるんで、やっぱそのお金も持っちゃって生活が変わったりとかね、で、お金持ったがゆえに自分は優れてる、自分は正しいって思い込んで、やっぱそうやって強気になって殴っちゃったみたいなところがあるんじゃないかなっていう風に、同業者目線だと見えてしまいました。で、今回はですね、どんなやつがじゃあね、DV、人を殴るのかっていうのをね、皆さんにね、お伝えすべくですね、東洋経済オンラインの DV に陥りやすい人を見分ける4つのポイントっていうね、専門家の方のね、記事をね、皆さんにご紹介しようかなと思うんですけれども、どんな人が皆さんね、同棲してる女性をね、殴ると思いますか。見分ける4つのポイント、1つ目、結婚を急ぐ人。出会った当初は非常に優しいが、異常なほどに結婚を急ぐ、非常に嫉妬深いことも特徴である、それほど自分のことを好きなんだというふうに好意的に解釈して誤解することが多いだそうですね。で、2つ目、暴力を否定する。相手に重傷を渡すほど暴力を振るっていても罪の意識はなく、大したことないでしょとか、あんなん暴力じゃないよなどと自分に都合のいいように解釈したがる、嘘をついたりもする。で、3つ目、責任転嫁。あいつのせいでこんな風になったんだ、酒のせいだなどと自分以外のものに罪をなすりつけて、自分はむしろ被害者だと考えている。4つ目、外面の良さとのギャップということで、家での言動と外での言動が違いすぎて、外の印象があまりにもいいため、暴力を振るわれた後周りの人に言ってもそんなことを起きないでしょうという風に信じてもらえないということでね、この4つがね、該当しているという風に思う場合、身に覚えがある場合はですね、気をつけてください。 DV というのはね、必ずしも男が女を殴るわけではありません。女が男を暴行する場合もね、もちろん逆もまたありますので、ご注意いただければなというふうに思います。で、またね、現在進行形で YouTuber と付き合ってる女の子、男の子、基本的に YouTuber やべえやつばっかなんで、人気になったら基本的に豹変します。ご注意いただければなというふうに思います。はい、ということでね、早速本編やっていきましょう。こちら、メンヘラが微妙に可愛いのはなんでなんですかというね、質問なんですけれども、メンヘラってさ、可愛い子多くないですか。皆さん、可愛い子と可愛くない子だったら可愛い子連想しません？病んでる可愛い子みたいな。で、なんで可愛い子にメンヘラが多いかっていうのの俺の予想なんだけれども、これマジで科学的な根拠とか一切ないんだけど、メンヘラが可愛い理由は、可愛いがゆえにモテてしまったからだというふうに俺は思ってるんですよね。で、可愛い子たちってやっぱ10代の時もすごいモテてるじゃないですか。で、10代の時モテてしまうと、いろんな男がやりもくで近寄ってくるんですよね。高校生の時だったら高校生も寄ってくるだろうし、大学生も寄ってきて、下手すら SNS で男も寄ってきて、で、みんなあの手この手でチンチンを入れるために必死におだてる
るんですよ女の子を。で女の子をガチ恋にさせて1回でもエッチできたら捨てるみたいなのを繰り返されるわけですよね。でそんなんしてたらそれはまあ女の子がさどんどん辛くてさ病んでいくじゃないですか。でメンヘラが出来上がるわけですよ。でそのメンヘラも可愛くない子が別にインターネット上でマジ病んでる死にたいって言ってても誰も構わないんですよ。でも可愛い女の子が死にたいって言ってるとどうしたの大丈夫っつって他の男が助けに来るんですよ。構ってくれるんですよ。なぜならチンチンが入れたいから。でさらに悪化するんですよね。で結果的に可愛くない子はメンヘラになってアピールしたところで構ってもらえないからインターネット上でそれを露見しなくなるんですよね。で露出してないがゆえに気づかれないんですよ多分メンヘラかどうかっていうのが。だってマジ死にたい誰も私のこと必要としてないよねって可愛くない子がつぶやいててもお前ら多分何も相手しないでしょ。でもそれもしもルックスがいい子だったらさ大丈夫話聞くよチンチン入れていいって連絡するじゃないですか。そういうことなんですよ。ゆえにどんどんメンヘラな女の子は可愛い子だけが残っていって可愛くない子が多少メンヘラになったところで男に見えるところでメンヘラをこじらせないっていうね。だから多分可愛い子にメンヘラが多いんじゃないかなっていうのが俺の予想です。これに関してはもう完全に俺個人の意見だし思い込みかもしれないんでぜひともね皆さんね、どう思ったかねコメントいただけると幸いです。はい、お次こちら、おぱっさんは一人カラオケってどう思いますかということなんですけれども、一人カラオケね全然いいと思います。俺もね一人カラオケ行ったことありますよ。でなんならねカラオケ以外にもいろいろ行ってて、まあ、一人しゃぶしゃぶとか一人焼肉一人映画館とかで多分ねこれ俺以外したことないだろうなって思うんですけど俺ね一人でねエッチしたこともあるんですね、まあ、それぐらいね、まあ、一人でやるっていうのが好きなんですけれども、まあね、一人カラオケとかねそういうのはいいんだけど俺ね唯一無理なのがね一人旅行なんですよね。俺一人で旅行するのが本当に無理で、なんか出かける分には全然いいんですけども、なんか一日とか一泊二日とか一人で過ごしてしまうと虚無感が半端じゃないんだよね。誰かと共有したくなっちゃうんだよ。その現地の美味しいご飯とかさ、現地のこういう遊びがとか現地の観光がどうのとかってやっぱ誰かと一緒に行って共有するから楽しいんだなって思うんで、俺旅行だけは本当にね一人で行けないんですよね。中にはね一人でラーメン屋も行ったことないとか飲食店行けないとかね映画館入れないとかって人もいっぱいいると思うんだけれども、一人で行けるようになるといろんな幅が増えるし、やっぱ人に合わせなくて済む分時間の短縮にもなったりお金のね節約にもなったりする部分もあると思うんで、ぜひね皆さんもね一人でやってみたシリーズっていうのをねぜひともやってほしいですね。まあその一環で俺がやったのがしゃぶしゃぶと焼肉だったんですよね。まあまあまあ恥ずかしかったですね。牛角に一人で行った時は一人焼肉って結構来るんですかって聞いたら、まあ、1日3名様ぐらいですかねみたいな、まあ、ぐらいは来るらしいです。だしなんかしゃぶしゃぶ行った時は隣のテーブルにいた中学生からうわあの人一人でしゃぶしゃぶしてるって言われました。はい、すげえ美味しかったです。皆さんもぜひねいろんなことを一人デビューしてみてはいかがでしょうか。はい、お次こちら、新生活で気をつけた方がいいことを聞きたいですということなんですけれども、まあ、このままの流れだと4月が来たとしても新生活っていうね流れが来ないと思うんですよね。みんな自宅にいましょうみたいな、状態が来るんじゃないかなというふうに思います。まあ、YouTube の規約の問題的に病名とかは一切言えないんですけれども例のあれです。で今回のみんな家にいると思うんだけれども、それについて俺の言いたいことっていうのがあって、結構 YouTuber さんとか、まあ、一般人の人もなんかみんなは家にいるけど俺は外出してるぜウェイみたいなツイートが多い。でマジで俺あれやめた方がいいと思う。そもそも有名人がそれやって真似したって言われても絶対に燃えるし、で将来的にどんどんこの後悪化してしまう可能性もあるわけじゃないですか。で事態が悪化してしまった時に多くの人たちが辛い思いをすると思うんですよね。悲しい思いをすると思うんですよ。でそうなってしまった時に都知事とかが家にいてくださいって大事な人を守るために未来でみんなが誰かを失わないで済むために家にいましょうっていう風に国とか有名人がみんな言ってるところで外に出てウェイってやってたら、そういう人たちのせいで拡大した拡散されてしまったって言われても文句言えないと思うんですよ。実際悪いことしてるわけだから。ってなるとマジでとんでもない犯罪者のように今後扱われる可能性がある。今は正直何もしてないつもりでも、そのあなたの外出のせいで誰かが将来傷ついたり辛い思いする可能性っていうのが今大いにあるというとんでもない状況なんですよね。だからこそ今はそういうウェイみたいな、なんかみんな家に引きこもっててワロタみたいなことはマジでしない方がいいと、全くかっこよくないというふうにね俺は思いますね。俺もね外出するときは基本的にまあ食べ物をねしょうがなく買いに行かなきゃいけないときだったりとか、まあ、夜中の1時回ったりとかしてもうほとんど街中に人がいないときにねちょっとコンビニ行くとか、そのぐらいしか今は外出しないようにしてるんで、皆さんもね、できる限りのことをみんななりにしていただければなというふうに本当に思いますね。で家にいるとやっぱやることがない
ないよと。でみんなネットフリックス見てるとかね PS4 やってるって言うじゃないですか。でもね今月お小遣いがなくてネットフリックスも入れない、 PSN に払うお金もない、だから無理だよ。そんな方に朗報です。なんと今ならオパシの実況チャンネル無料で見れるんですね。はい、いくらでも見てください、いくらでも楽しんでください。それが俺からの願いです。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。